ラのやつ全然言うこと聞かないのだ。今回はカスタム風寸劇だったみたいです。よかったね。カスタム風寸劇をアンロックしました。なんで仕事くん連れてかないで。やだエリエル。あー仕事くん連れてかないでこの人。芋だ。よし今シーズンはエーペックスを勝ちってカスタを目指すことにするのだ。あれれ猛者ばっかりで全然ポイントが上がらないのだ。上がるどころかどんどん下がっていって、わあランク降格してしまったのだ。ああ、もうやってられないのだ。こんなゲームやめてやるのだ。ああズンダもうやめちゃった。エーペックスかわいそうに、せっかくやる気になったのに。こんなゲームよりバロランとやるのだ。ミッドミッドミッド、モクモクモク。ああ、オラのやつ全然言うこと聞かないのだ。ドローン、ドローン、ドローン。し、ボイスチャットオフにされちまったのだ。アロラントでボイスチャットをオフにしてくるなんて、あいつやる気あるのだ？ああ、こんなゲームやってられないのだ。もうやめてやるのだ。ああ、ズンダモン、果たしてズンダモンにぴったりのゲームあるのでしょうか。あつ森だ。そんな平和なゲームやってられないのだ。ああ、一回やってみるならいいのだ。ローン返済完済できたのだ。やったのだ。お、意外とあつ森も楽しいのだ。あつ森が知勢になりました。ズンダモンにぴったりのゲームは集まれ動物の森だったようです。よかったね、ズンダモン。君に FPS は向いていないらしい。ロールやるのだ。エーペックスでもバロでも連携取れなかったズンダモンが果たしてロールでやっていけるのだ？ああ、だんだん借金の額が大きくなってきて、返済するのだるくなってきたのだ。マップを見ろ。一回300円で押したのストーリーがもらえる寸劇ガチャ。ナンバー286が出たぞ。なんだこれ。おや、寸劇を手に入れたようですね。今回はナンバー286の寸劇が手に入ったようです。早速見てみましょう。こっち。やばいやばいやばい。痛い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 。リングやばいリングやばい。211、12。やばい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 。オッケーオッケー、起こそ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 。起こそ。周り見るで周り見るで。周り見るで。タギ周り見て。オッケー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 。ナイス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 。回復ある？回復なかったみたいな。これは無視でいいや。目の前でダッシュドアで逃げてる敵いるけど、これは無視でいい。回復がね、1しかないよ。回復が。あったら欲しい、あったら欲しい、あったら欲しい。ない？オッケー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 。もう。リング内目指そう、リング内目指そう。ここで戦ってる。ここで戦ってるか。一旦ここの下。待ってスキャンしてる。ごめん、死んだ。今回はカスタム風寸劇だったみたいです。よかったね。カスタム風寸劇をアンロックしました。残念。あなたの推し VTuber がゲームで負けてしまいました。数々の配信をしていれば、ゲーム内で負けてしまうこともあるでしょう。そんな時も、コメントでの応援は欠かさずに行ってくださいね。そうすれば、次の配信も、あなたの推し VTuber が活躍するかもしれません。おや、今日の配信はここで終わりのようですね。はじめましての方ははじめまして。イジさん所属のエリでした。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おや、ここから推し VTuber からチャンネル登録と高評価に関するお願いが来ましたね。高評価を押しているかどうかをチェックしてみましょう。おや、まだ押していなかったようですね。それでは押してみましょう。あ、すごい高評価増えた。ありがとう。高評価を押すと YouTube でおすすめに乗る確率が上がるようです。よし。あー、面白かった。今日発見。レベル2。取られたって思ったけど、エルも青汁ってさ。誕生日好きなもの作るけど何食べたい？何でもいいね。何にする？でもさ、エルの好きなものだったらさ、聞かなくてもわかるでしょ？だからお任せ。試されてる。楽しみだな。何作ってくれるんだろう。めんどくさ女出た。は？めんどくさ女？こういうとこが可愛いんだろ？筑前煮でしょ？あ、筑前煮。なんか一周回って誕生日に筑前煮作ってくれるのなんか愛おしいわ。ほら、これが好きだろとか言うね。でも全然出されてもええとはならない。あ、やった！なんかあったかみたいな。なんか幸せな家庭築けそう。誕生日に筑前煮作ったら筑前煮って難しくない？幸せな家庭築ける。友達とかに相談したらもうその人にしないよって言われそう。なんか、手間かかるからね。浮気しなさそう。これからホワイトデー筑前煮にするから、タッパーに入れてね、ちゃんと。明日の朝ごはんの分まであるよ、みたいな。で、タッパーの底に全部食べきったら最後まで食べてくれてありがとう、みたいななんかメッセージ書かれてた。じゃあ、これと、まあ、一旦これだけでいいかな。ありがとう。好きな子は何しても可愛いでしょ。うわー好きな子は何しても可愛い。いやいや、なんかね、実は逆で、引くじゃなくて、なんかいいなって思った。なんか忘れちゃった、その気持ち。
好きな人だったら何しても可愛いだろうの気持ち忘れちゃったメンバー見つけた忘れちゃった。君と夏の終わり、オタクたちが深夜に何の話してんの。やばい、先生来た。修学旅行でみんなでホテルで恋話してたのに先生来た。最悪、もう今まで終わったと思ってたのに。もう来んなよ先生、マジで。せっかく電気も消してたのにバレたって。マジ誰だよ声でかかったの。もう、でも実際好きな人なら何してもマジで好きな気持ち溢れる。ありがとう。なんかめっちゃ心、なんかめっちゃいいなそれ。なんかありがとう。自分がその気持ちになった感じする。なんかお裾分けありがとう。お裾分け、うわー幸せに、めっちゃいいやん、最高。あったか、あったけー。なるほど、いいね。そっか、そういう人に出会えたらいいねって話。結局すっぴんでなんか可愛いとかうんぬんとかじゃなくて、別に言おうがすっぴんが可愛いねとか言おうがいまいが、結局何どんな状況でも好きが溢れる人に出会えたらいいねって話だから、例えば別にすっぴんが可愛いねって言われて、はぁマジこいつ何考えてんの、ふざけんなすぎって思うような相手じゃなくて、素直にそれを受け取れるくらい好きな相手だったらいいよねってこと。なになにくんがそう言ってくれるならそうなのかな。なるほど、素敵やん。そっか、てかもうこれ久々の昼エペ楽しかったです。エリさんの配信を見ていたのに仕事に戻らなければならないとは。仕事くん連れてかないで。やだエルエル。ああ仕事くん連れてかないでこの人。やだ。エルエルが腕を握ってくれてる。よし俺は絶対に仕事に行かないぞ。ああでも仕事くんがめっちゃ引っ張ってくる。やだ連れてかないで。あエルエルそろそろ離さないと俺の腕が。やだ行かないで。あぐち。あ俺らちっちゃくなっちゃった。人間はもろいね。だから大事に扱えと言ったじゃろうエル。人間はもろいんじゃよ。プリキュアの、なんか何十周年広告みたいなのが出て、そこに二次三次ライバーがなぜか出るみたいな感じで、プリキュアたちが全員いる広告に、プリキュアのコスプレをした二次三次ライバーがイラストで出るみたいなやつで、エルはね、どこにいたかっていうと、フレッシュプリキュアで、イースとラブが、パラッパでさ、寝そべってさ、拳で戦った後に語り合うじゃん。横に並んでさ。その間に挟まってニコニコしてるイラストだ。怒られるよこんなのってまずいですちょっとプリキュアファンに邪魔邪魔邪魔ってじゃんって知ってる前提で話されても。誕生日グッズを買い忘れると私に全否定ボイスをお願いします。エルエルの優しさが逆に心に染みてしまうので、俺らも買い忘れた私を罵ってくれ。俺らもあの図になっちゃうよ。なんかペンギンがやえのやえの言ってる写真みたいに。ああだから言ったのに、誕生日配信の時にも誕生日グッズのこと話したし、概要欄にもずっと書いてたし、本当に忘れる人っているんだ。まあいいんじゃない、これで来年は絶対忘れないっていう自分なりの約束ができたでしょ。これも人生経験だと思って、これからも強く生きていけばいいんじゃないかな。嘘です。エルも言えなくてごめんね。エルも31日までだって思ってたからさ。ごめん。24+7は30。24+7は30。これ毎年覚えてて損ないからさ。来年もそうだから。曜日は違っても、24+7は来年も30だから。覚えとこう。上刻んね。マジでごめんやで。